皆さんこんにちは、国とこないんです。こうして皆さんとお会いできたことに感謝いたします。本編の前にちょっとお知らせがございます。実は私の仕事の方が忙しくて、なかなか思うように動画撮影編集ができない状況が続いてまして、今回も1週間以上配信が途絶えてしまいました。楽しみにしてくれてる方には大変恐縮なんですけどね。でも頑張って週1くらいは配信していきたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。ということで、今回のお店はうどん専門店の上州手打ちうどんつるつるさんです。前にリクエストいただいててね、今回やっと訪問が叶いました。こちらも知る人ぞ知る穴場的なうどん屋さんです。一体どんなおうどんがいただけるんでしょうか。まずは動画をとくとご覧あれ。こんにちは。店内はカウンター席8名、座敷に4人掛けテーブル ×4 卓、定員マックス24名ほど。今日は一番手前のこのテーブル、ここを撮影地とする。アイスの、かけうどん400円、いきなり安い。焼き力、こういう表記初めて見た。書くんがめんどくさかったんかな。一番エクセレントな肉が800円、下の2倍1000円って何だんべ。これも書くんがめんどくさかったんかな。森うどんも400円から、安い。ん？ヤギ節500円、ヤギ節ってなんだ。これか、つゆにこだわりあり、つゆに山菜生姜揚げ玉が入っています。ちょっと持ってかれるんだけど。天ぷらはどれでも80円、ゲソ天、かき揚げ、ちくわ天、ごぼうなど。決まりやした。すいません、はい、大盛り150円増し、倍盛り400円増し、デカ盛り上等のお店だなどとしていると、ゲソ天、薩摩天にヤギ節きた。やっべ、うまそう。でも嫁さんの、うん、美味しい。生姜のピリッとしたアクセントがいいね。私のも来た。豪華なルックス、祭りみたいだ。祭りはあっちのヤギ節うどんだ。平打ち麺だ。ひも皮を細くしたような感じでうまそう。箸触り極めてしなやか。うん、うまい。柔らかいのにしっかりとコシがある。この食感は癖になりますね。つゆは少し甘めだけど麺と馴染んでます。この赤いのなんだろう。甘くて美味しい。人参だ。人参ってこんなうまかったっけ。うどんなので早めの味変。大辛柚子、焼き海苔多め、バージョン1。合う。ちょっと甘めのつゆに柚子の爽やかな香りと辛さ、海苔多めがまたいい。つゆたっぷりで美味しい。開店してすぐなのにお客さんがバンバン入ってきますよ。えらい繁盛ぶり。メインのイカ天、でかっ。
重っ。うまい。柔らかくてイカの味もしっかり、皮もちゃんと取ってあるから食べやすい。イカ天うどんなのにトッピングが多すぎだよ。イカ天、人参、ピーマン、ゆで野菜にゆで卵まで入ってる。丼の中お祭り騒ぎだよ。しかも普通盛りでも量多め。恐れ入り屋の岸母人。いるだけでテンション上がるゆで卵、うまい。ゆでキャベツと人参もいい仕事してる。ゆで野菜入りのうどんってあんまり見ないけど珍しくていいよね。山梨の方に確かありましたね。最後はニンニクスペシャル中辛。間違いないやつ。うん、合う。うどんとニンニク七味はベストマッチ。うまいな。ピーマン店好き。めっちゃピーマン。早く食え。ピーマン店うまい。10個食いたい。うどん専門店はめったに行かない私ですが、つるつるさんは通いたくなりました。今日も元気にシルカン。天気もいいしシルカン日和。薄めの味付けなので罪悪感なし。おいしかった。ごちそうさまでした。ごちそうさま。ごちそうさまでした。どうも。ありがとうございます。ごちそうさまでした。